梨の業種画像の撮影条件判定を用いた花芽数カウント手法の検討と題しまして、鳥取大学の花川が発表いたします。鳥取県において名産品である梨をターゲットにして農園にスマート農業の導入が推進されています。スマート農業はカメラを取り付けた移動体装置から農作物の生育情報を取得し解析します。 本研究では、梨の花芽を生育情報として取り扱います。春先の梨の花芽数を取得し、秋の出荷数と照らし合わせることで、農家の生産管理に役立てることができます。また、この生育情報が大量に蓄積されれば、収穫量の予測でつなげられる可能性もあります。本研究では、梨の木をカメラ装置で時系列に撮影した凝視画像から、 花芽数を正しくカウントする手法を設計することを狙います。花芽数のカウント精度の低下は、姿定条件の変動が影響していると考えられます。姿定条件が変動する要因として、照明、カメラパラメーター、装置、花芽が挙げられます。花芽の撮影できる時期が年に数日と限定されており、データ収集が困難であるため、 花芽を統制条件にして、照明、カメラパラメーター、装置の3つの要因が撮影条件に与える影響を調査します。撮影条件が変動することによって2つの課題が生まれます。1つ目の課題として、照明とカメラパラメーターの要因によって撮影条件が変動し、撮影条件に適した検器を用いないと、花芽数のカウント精度が低下します。 具体的には、照明によって花芽の色が変化したり、レンズによって画像に映り込む花芽の数や大きさが変化します。2つ目の課題として、カメラパラメーターと装置の要因によって撮影上限が変動し、各時刻において花芽の一部が重複するため、花芽数の感知精度が低下します。具体的には、フレームレートが一定でも、撮影の距離感覚が変化することによって、撮影した画像間で共通部分が生じます。 この画像では、この枝とこの枝が同一のもので、この8の字になった枝とこの8の字になった枝が同一のものになっています。本研究では、課題地に取り組むために、撮影条件判定を用いて、行使画像の花芽の見え方に適した検出器を選択します。これにより、照明とカメラパラメータの要因による撮影条件の変動に適応し、 花目数ののカウント精度の低下を防ぎます。課題2に取り組むために特徴点マッチングを用いて共通部分に映り込む同一の花芽を判定します。これによりカメラパラメーターと装置の要因による撮影条件の変動に適応し花芽数のカウント精度の低下を防ぎます。提案書法では業種画像を取得し撮影条件判定を用いて検出器を選択し、 各時刻の検出処理を行い、時刻間の画像ペアに特徴点マッチングを用いて同一の花芽を判定し、花芽数をカウントします。実験により提案手法は検スキーのみを用いた比較手法と比べて、花芽数のカウント精度が大幅に向上しました。次のスライドで提案手法を詳しく説明します。 提案書の流れについて説明します。まず、ステップ1で画像ペアを取得します。ステップ2で花芽の見え方に適した検出器を選択します。ステップ3で花芽の候補領域を画像ペアから検出します。ステップ4で候補領域の中で同一の花芽を対応付けます。 最後にステップ5で対応づけられた候補領域を画像 IT プラス1から除外し、花芽数をカウントします。ステップ1について説明します。ここでは画像ペアを取得します。画像ペアは下の図のように画像 IT と画像 IT プラス1からなります。IT と IT と1は、 時系列に連続して撮影された2枚の画像のことです。右の図のように、カメラ装置で地上から梨の木の枝を凝視するようにして撮影しました。ステップ2について説明します。ここでは、課題1に取り組むため、画像分類器を用いて撮影条件判定を行い、凝視画像の花芽の見え方に適した検出を選択します。 この図のように画像ペアを画像分類器に入力して、その分類した撮影条件下に適した検出器を選択します。この図でも同様に分類した撮影条件下に適した検出器を選択します。このように分類した撮影条件下で最も性能の良い検出器を選択することによって、照明とカメラパラメーターの要因による撮影条件の変動に適応し、花目数のカウント精度の低下を防ぎます。 ステップ3について説明します。ここでは、ステップ2で選択した検出器を用いて、花芽の候補領域を IT と IT プラス1から検出します。赤枠が検出した花芽の候補領域になっています。ただし、ステップ3の検出処理のみでは、課題2の共通部分に移り込む花芽の重複カウントの問題が生じることに気をつけなければいけません。 ステップ4について説明します。ここでは課題2に取り組むため特徴点マッチングを用いて IT と IT プラス1から検出された同一の花芽の候補領域を対応付けます。黄色枠が対応付けられた候補領域で青い点が対応付いた特徴点です。同一の花芽の候補領域を対応付けるため候補領域内で特徴点を抽出します。 右の図のように IT の広報領域内の特徴点が IT プラス1の広報領域内の特徴点と対応付けばドイツの花芽と判定します特徴点マッチングを用いてドイツの花芽を判定することでカメラパラメーターと装置の要因による作成条件の変動に適応し花芽数のカウント精度の低下を防ぎます最後にステップ5について説明します ここでは、ステップ4で対応づけられた候補領域を IT パース1から除外します。そして、画像ペアに残った候補領域を花目数としてカウントします。緑枠がカウントに用いた候補領域になっています。提案手法の有効性を評価するために、梨の木の撮影画像からなる評価データセットを構築しました。撮影条件を2種類想定しており、撮影条件1、 撮影条件2としました撮影条件1は右の図のように雲もない快晴の時に撮影されました撮影枚数は670枚で学習に500枚テストに170枚用いました画像サイズは 6000×4000 画素になっています手作業で枠付けた花芽の区形枠の総数は1832個で その区形枠の横幅と縦幅の中央値はそれぞれ181画素と180画素となりました。撮影条件には右の図のように曇りの時に撮影され画像全体がモノクロのようになっています。撮影枚数は670枚で学習に500枚、テストに170枚用いました。画像サイズは 1920×1080 画素になっています。 手作業で枠付けた花芽の区形枠の総数は24,533個で、その区形枠の横幅と縦幅の中央値はそれぞれ23傘と24傘となりました。提案書が花芽数カウントにおいて有効であるか評価しました。素定条件判定にはレスネット50を用いました。 判定精度は100%で、撮影条件を正しく分類できました。特徴点マッチングには、スーパーポイントとスーパーグルーを用いました。テスト画像は、撮影条件1と撮影条件2の画像ペアを85組ずつで、合計画像340枚用いました。次に、精度評価に用いた手法について説明します。比較手法1は、撮影条件1の検出機のみを用いた場合です。 提案手法のステップ1とステップ3を用いました。予備実験よりステップ3では、査定条件値で最も性能の良かった検出器の SSD を用いました。比較手法には、査定条件2の検出器のみを用いた場合です。提案手法のステップ1とステップ3を用いました。予備実験よりステップ3では、査定条件2で最も性能の良かった検出器の YOROV7E6E、e、を用いました。 比較手法3は入力画像の花芽の見え方に適した検出器の選択のみを用いた場合です。提案手法のステップ1、ステップ2とステップ3を用いました。ステップ3では SSD とヨロ V7E6E、e、の2つの検出器を用いました。提案手法は入力画像の花芽の見え方に適した検出器の選択と花芽対応付けを用いた場合です。提案手法のステップ1からステップ5を用いました。 ステップ3では SSD と YORV7E6E、e、の2つの検出器を用いました。評価指標にはヒット率と F 値換を用いました。どちらも数字が高ければ性能が高いことを示します。比較手法1のヒット率は0.47、F 値換は0.40となりました。比較手法2のヒット率は0.74、F 値換は0.45となりました。 比較手法3のヒット率は1.57、F 値界は0.75となりました。提案手法のヒット率は3.88、F 値界は0.84となりました。比較手法3は比較手法1と2より高いヒット率と F 値界になり、正しく花芽の候補領域を検出できているので、卒業条件判定を用いることは課題1に有効であることが分かりました。 提案手法は比較手法3より高いヒット率と F 近いになり、正しく花芽の候補領域を検出し、同一の花芽を除外してカウントできているので、撮影条件判定と特徴点マッチングを用いることは課題1、2に有効であることが分かりました。以上の結果より、提案手法は比較手法と比べて、花芽数のカウント精度が大幅に向上しました。 ここでは各撮影条件における検出機の性能を調査しました。まず、撮影条件1の評価には、学習に撮影条件1の画像を500枚、テストには撮影条件1の画像を170枚用いました。ここでの評価仕様は、真相学習でよく用いられる F 値を用いました。この表より、撮影条件1では SSD が最も F 値が高くなり、性能の良いことを確認しました。 撮影条件2の評価には学習に撮影条件2の画像を500枚、テストには撮影条件2の画像を170枚用いました。この表より撮影条件2ではヨロ V7E6E、e、が最も F 値が高くなり性能の良いことを確認しました。以上の結果より各撮影条件における検出機の性能の差を確認しました。 ここでは提案手法によって画像ペアから同一の花芽を対応付けた結果を可視化します。下の図の撮影条件1の画像ペアは、ステップ3の検出処理の後で赤枠が花芽の候補領域になっています。そしてここが共通部分になっています。IT に移るこの2本の枝が、IT プラス1に移るこの2本の枝と同一のものになっています。 こちらがステップ4の対応付けの処理の後になっています。黄色枠が対応付けられた候補領域で、青い点が対応付いた特徴点になっています。共通部分にある候補領域が対応付けられているので、同一の花芽の判定に成功しました。下の図の撮影条件2の画像ペアもステップ3の検出処理の後になっています。 そしてここが共通部分になっています。IT に移るこの5本の枝が、IT プラス1に移るこの5本の枝と同一のものになっています。こちらがステップ4の対応付けの処理の後になっています。共通部分にある候補領域が対応付けられているので、同一の範囲の判定に成功しました。 まとめとしてはこちらのようになっております。成果の1つ目として、撮影条件判定を用いて、量子画像の花芽の見え方に適した検出器を選択する方法を設計しました。成果の2つ目として、特徴点マッチングを用いて、共通部分に移り込む同一の花芽を判定する方法を設計しました。今後の課題として、さまざまな撮影条件のデータセットの追加を考えています。以上、ご清聴ありがとうございました。